ジンパチさんモデルハンマー、柄の部分にもちょっと模様を入れていきたいと思います。ただね、私ね、本当に絵が下手くそなんでまあやっていってみましょう。今、ね、彫刻を施してますね。いやいやいや、クソ時間かかるぞこれ。あと手が痛い。いやー、うまくいくといいけどな。こんな感じまで彫刻をちょっと施してみました。よしよし。これ下絵がもうちょっとうまかったらもうちょっとうまくいくんだろうな。私の画力のなさが響いていますね。しょうがないな。まあいいんじゃないですか。でもパッと見、よしよし。いやー、めちゃめちゃ時間かかりますよ、一個一個掘ってると。よし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 。よし、ジンパチ不気味モデルハンマー。よし、どうしようかな。今ちょっと先っぽだけ焼いてみたんですけど、見えないんですけど、この辺から先っぽはもともとのハンマーが入ってるので、まあ先っぽだけやればいいかなって思ったんですけどね。どうしようかな。まあ先っぽだけでいいと思うんですけどね。まあもう一回ちょっとこう焼いてジュブってやって、また磨きですね、磨きをちょっとやっていくか、それかちょっとウェザリングで入れていくか、どうしようかな。ちょっといろいろやってみよう。微妙にこうなんていうんですか、鉄の黒っぽい色がちょっと出てるのが分かりますかね。これ塗ったんですけどね。変に色塗っちゃうよ、こっちの方がかっこいいかな。ただもろメタルなんで何もしないと絶対サビに出てくるんですよね。まあうっすらサビが出たような状況になった時もかっこいいとは思うんですけどね、こういうわけわかんねえものは。ただやっぱり、よいしょ、まあなるだけちょっとコーティングみたいな意味も含めて、もう一回上からこいつ塗って、塗るってことは伸ばすんですけどね。今2回目が終わりました。わかんねえかな。なんかこうメタル感が強くなった気が分かりますかね。ちょっとこうキラーンとしてるのではなくて、こうこう凹凸があるところはこうちょっとこう、映ってんのかなカメラ。今ちょっといい感じになったので、これでいきましょう。よし、で焼き入れしたところもちゃんともう一回磨きまして、その上から、塗り込んどいたのでいい感じだと思います。これで本当の完成だな。昨日完成とか言って動画やっちゃったけど、まあこれで本当の完成にして、あとはジンパチさんに渡した時に、驚く顔が見ものですね。そんな感じです。